はい、こんにちは。こんばんは。マキタさんです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。本日1月22日土曜日ということで、カムカムエブリバディ、次週の先読みの方をやっていきたいと思います。私、過去動画で次週の第13週予告に関しましては投稿しておりますが、これに対して若干の補足点が61話から62話でありましたので、アップデート版として紹介させていただきます。当然ですね、ネタバレを含みますので、その辺注意してご覧いただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、まず大雑把に補足点を押さえておいてから、各論について詳細を述べていきたいと思います。まず第60話でベリーの本名がフルネームで判明します。そしてベリーの職業も判明しております。京都編で日向の親友となる一恵の母でもあるといったことについても言及していきたいと思います。続きまして61話で京都編からの出演予定だった新キャストが前倒し出演となっております。近所で酒屋を営む森岡新平ということなので、この辺についても触れていきたいと思います。最後に62話ですが、回転焼き屋が軌道に乗るルイなんですけれども、ルイにはある悩みがあったということなんですが、その悩みの内容が判明しており、そして第62話の終盤でルイが倒れてしまうといったところもリーク情報として出てきておりますので、紹介していきたいと思います。はい、それでは詳しく述べていきます。第60話、ルイはクリーニング店の平助と和子の元を離れ、心機一転京都で暮らすことを決意します。ジョーと一緒に京都でお茶のお師匠さんをしているベリーこと野田一子を訪ねるようです。何をして暮らしていくかが決まらない2人、そんな時北野天満宮の縁日で立ち並ぶ出店の間を歩いていたルイは気になるものを見つけることになります。はい、その気になるものとは回転焼きだったようですね。ルイは早速母安子から教わったあんこ作りの記憶だけを頼りにあんこを作ることになります。はい、ということで黄色でマーカーを打っております部分ですね。ベリーの本名がフルネームで判明しました。野田一子という名前のようですね。そして職業はお茶のお師匠さんということで、これまでのベリーのイメージとはちょっと違うような感じですよね。はい、そして京都編から登場することになっております一恵は日向の大親友という役どころなんですが、この一恵の名字がですね、野田ということで、一子の野田と、一致するということから、おそらくこの2人は母親と娘の関係ではないかと思われます。名前の方も一子と一恵ということで、一の字が共通して含まれているという部分ですね。親子ではないでしょうか。そしてもう一点分かる点はですね、結婚前後で一子の名字に変わりがないことから、お婿さんをもらったのか、シングルマザーになって旧姓に戻したのか、このどちらかだと思われます。はい、第61話、京都で暮らし始めたルイとジョーは一緒に回転焼きをオープンさせます。しかし近所からの評判はあまり芳しくなく、回転焼きは全く売れない様子です。様子を見に来た一子はあんこの味には自信があるというルイの言葉を受け、試食をしようとした瞬間、近所で酒屋を営む森岡が大変だと店に飛び込んできて点々点とあり、ちょっと何が大変だったのかというところまではわからないんですが、この森岡ですね、森岡新平は京都編でのキャストとして紹介されていた登場人物です。人物像ですが、茜通り商店街の森岡酒店の店主、キレの良いトークで日向家族のことをいつも気にかけている人物のようですね。はい、この森岡新平役を演じているのは、
おいでやす小田さんということで、吉本興業所属のお笑いユニットおいでやす小田のツッコミ担当の方のようですね。はい、はい、第62話、回転焼き屋をオープンさせたルイでしたが、いちこのおかげで近所からの評判も良くなり、徐々に店の売れ行きも上がっていくようです。しかし、ルイにはある悩みがありましたということで、その悩みが判明しております。その悩みは、トランペットを吹く以外は何もできないジョー、そんなジョーでもできる仕事はないのかということで悩んでいたようですね。はい、これまでからですね、ジョーはホットドッグを食べるときにいつも同じシミをつけてしまったり、縁日では輪投げも金魚すくいも全然ダメだったり、まあ、インスタントコーヒーですら自分でうまく作れないといったところが描かれており、まあ、トランペット以外のことは不器用だということで、まあ、当然のことなのかなという感じですよね。そして運よく自転車を手に入れたものの、ジョーはまさか乗れなかったようですね。はい、近所の子供たちと練習する毎日が描かれていくようです。はい、この辺は岡山編で安子が、自転車に乗れなかったのを、ミノルに練習に付き合ってもらって、乗れるようになった安子が描かれていましたが、ジョーは乗れるようになるんでしょうかね。はい、そんなある日、まあ、ルイが倒れたと知らせが入りということで、ちょっと心配ですよね。はい。はい、今回は第13週61話から63話の予告に補足するべき情報がありましたので、そのことについて触れてきました。ベリーの本名が野田一子で、大学卒業後は京都の実家に戻っており、お茶のお師匠さんをしていることが判明。二人のためにいろいろしてくれるベリーは、まあ、いちこですね。はい。やはり男前。ルイは母安子に教わっていたあんこの作り方で、回転焼き屋を軌道に乗せ、母安子のおかげで救われたと言ってもいいかもしれないです。そしてルイの悩みはジョーの仕事のこと。トランペット以外はあの不器用さなので、自転車に乗れたとしてどんな仕事ができるのやら、ちょっと心配です。そんな中、ルイは倒れてしまうということで、まあ、さらにまあ心配が募りますね。はい。はい、最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。マクキタさんでした。